性癖歪むやつが出てきそう。去年にね、バタフライアフェクションっていう、なかなかビジュアルが斬新なゲームを実況させていただいたんだけど、それを作ってる人が、また作ったゲーム。てか、こっちの方が古いのかな？一目惚れ、ラブアットファーストサイト。一目惚れって意味らしい、この英語自体が。てか、何かっていうと、一つの目しかない女の子が恋愛するゲームらしいの。ちょっと惹かれない？なんかこの、ゾクってくる感じがめちゃくちゃ惹かれるんだよね。この人のゲームは、そういうとこが俺とめちゃくちゃ相性いい。いきなり来たね。早朝、いつもは早足で歩いている通学路を俺はゆったりと歩いている。今日は珍しくかなり余裕を持って家を出られたのだ。気分もよく朝の暖かい、なんだこれ、容赦しと少し冷たい風を感じながら学校に向かう。転校生パターンかこれ。ゆったり歩いても学校に着くのにはさほどかわからない。俺の家は近くはないが遠くもない。こんなことならいつもほんの数分早く起きれば毎日のように駆け足で登校する必要もないのに。靴を履き替えながらそう思う。ぼんやりとしたまま階段を上がる。俺の教室は2階だ。2年2組。高校生か。教室のドアに手をかけ教室に入る。すると。おう。これ第二のヒロイン的なやつかな。あ、マー君おはよう。ギリギリじゃないなんて珍しいね。まどろんだ気分を吹き飛ばすでかい声が耳を。なにこれ、漢字がむずい。早いつまずくのがなんだこれ。感づく。優雅な気分が台無しだ。おはよう。あけみ、お前はよくそんなでかい声が朝っぱらから出せるもんだな。この子超可愛いじゃんね。この子と恋愛しちゃダメなの？で、僕、あけみちゃんと恋するね。その代わり主人公はその一つ目の女の子と恋してね。元気なのはいいことだよ。朝っぱらからやたらテンションの高いこいつは、つねみあけみ。すごいな。つねみあけみ、へや、つねみあけみ。今だけじゃなく、こいつは朝に目を覚ました瞬間から夜眠りにつくまでずっとこんな感じな人間だ。元気ってレベルじゃないんだよ、お前のテンションは。さすがに朝っぱらは耳に来るわ。でも興奮しちゃってるんでしょ。トモもおはよう。お前こいつとは馴染みなんだからボリュームを落とすつまみとか知ってるんじゃないのか。え、かっこよ。おはよう。俺がアケミと長くいて学んだことはこいつにそんなものはないだ。このアケミとは対照的にテンションの低いのは落合トモより。こいつのテンションも朝に限らず年中低い。なるほど、低い人と高い人ね。ま、付き合い短い俺でもそれはうすうす気づいてたけどな。だろうな。マー君、最近私のあしらい方がトモ君に似てきたね。会って2ヶ月そこらの対応じゃないんじゃない？お前みたいなやかましいのにどうやって2ヶ月も敬意を払い続けられると言うんだ。そう、かなり親しげに接してるこの2人と会ったのもせいぜい2ヶ月そこらだ。2年生になってから同じクラスなんだ。俺は福永守る。2ヶ月ほど前、俺は親の仕事の都合でこの高校に転校してきた。時期はもう秋。こんな半端な時期に転、主人公が転校してきたパターンなんだ。こんな半端な時期に転校なんて周りの目は物珍しげだったし、俺自身もめちゃくちゃ不安だった。だがこいつらと親しくなれた俺は運が良かったのかもしれない。ひどいな、トモ君もなんとか言ってあげてよ。これ二人できてんじゃないだろうな。あけみちゃんは僕のなんですけどね。あけみの扱いはさておき、守もだいぶ馴染んできてみたいだな。ああ、おかげさまで。さて、置かれた？なんか歌舞伎じゃね？これ歌舞伎だろ、これ。目指してるのかな？あけみはさておき、冗談でも皮肉でもなく、実際に俺がこの短期間でここまで気兼ねなく学校にいられるのは友のおかげだ。こいつは見た目も愛想も姿勢も悪いが、かなり気の利くいいやつだ。でもモテちゃうんでしょ、こんなイケメンだから。わかってるんだからね、俺は。付き合いは短くてもかなり信用できるやつだってのはかなり早いうちに分かった。はい、禁止。私はさておくと禁止。さておきたかった君が、まあこいつにも感謝しておる。やたらうるさいのはたまにキツだが、裏表がなく、ムードメーカーとしてはこれ以上の人間を俺は知らない。俺がこいつらと話をするきっかけを最初に作ってくれたのもあけみだった。なんだっけこれ、凹凸だがうまくバランスが取れた二人なのかもしれない。聞いたところかなり小さい頃から仲が良かったらしい。とも曰く一方的につきまとわれていたそうだが、チャイムが鳴る。来るか。もうホームルームの時間だ。
今日の1限目はなんだっけな、数学宿題の提出日だぞ。今日はやってきたんだろうな。おう、昨日は珍しく余裕を持って終わらせたからな。だから朝も早かったんだ。結局私は置いてかれたまま。朝のホームルームで紹介されるパターンじゃないの？あ、違うわ、同じ学校じゃないのか。午前の授業が終わって昼休み。お昼だよ、ご飯ご飯。自分たちの教室から階段を挟んで隣の教室、3人しかいない教室に明美の大声がこだまする。すごいな、女1人男2人で飯食ってるんだ、珍しくね。転校してからはずっと昼休みはこの空いた教室で友と明美の3人で昼飯を食べていた。今日のご飯はハンバーグなんだよ、いいでしょう。お前はガキか、飯時ぐらいボリュームを落としてくれよ、友頼んだぞ。友は一瞬なんで俺がという目をしたが、軽くため息つくと明美の箸をひったくる。あっ、そして明美が何か言おうと口を開いたところにハンバーグの切れ足をつまんで明美の口に突っ込んだ。え、それもうあーんじゃん、やっぱできてんじゃねえかこの二人。一瞬不満を漏らそうとしたが口に物が詰まっていては、さすがの明美も声を出すのを諦めたようだ。おとなしくハンバーグを咀嚼し始める。だが口にあった経緯は一瞬でどうでもよくなったようで、幸せそうな顔をして口をもぐもぐさせ始める。本当に脳電気のやつだ。俺は別にこいつの保護者じゃないんだけどな、似たようなものだろう。こんな暴走列車のようなやつ他に誰が抑えられるんだよ。抑えきれてるように見えるのか。まあ微妙なところだな。その通り、口の間明美が叫ぶ。口封じは一瞬しか持たなかったな。私は街でも元気っ子ナンバーワンと評判の常見明美ちゃんよ。私は誰にも止められない。そう言うと再びハンバーグを食べ始めた。長いな、出てこないな。こいつは何をしている時でも本当に静かにならないな、街でもって。まあお前より元気のあるやつは想像できないけどさ。いや冗談でも誇張でもなく、実際そいつはこの高校の有名人の一人だぞ。話をしてたからも、友は友で昼飯に手をつけていた。マジか。てか有名人の一人ってことは他にも似たようなのがいるのか。ここで来るのか。ああ、この高校の生徒はやけに目立つのが多くてな、よく噂の種になってるらしい。へえ、他にどんなのがいるんだ。お前は何も知らないんだっけか。まずはそうだな。ここで友はチラリと明美の方を伺う。明美はまだハンバーグに夢中になってるらしく、俺たちの話には耳を傾けていないようだ。いや、これこの距離だよ、この距離でさ耳に入ってこないでどんだけ集中してんねん。それは無理があるだろ。まあいろいろだ、知りたいがそのうち教えてやるよ。明美に聞かせたくない話でもあるのだろうか。なるほどね、兄弟的な、姉妹的な。気にはなるが、友はどうやら今話すべきではないと踏んだようなので、日を改めて聞いてみよう。ごちそうさまでした。早いな、おい、しまった。ぼんやりしていたから俺の弁当はろくに減っていない。こいつ6しか通してる間にこっちもさっさと食べておかないと相手が大変なんだった。で、2人は何の話をしてたの。お前がソロナを発した数々の武勇伝を話をしていたんだ。守はとても興味があるらしいから、ぜひお前から聞かせてやるといい。なんだって。そうなの。いいわ、マー君。まずは私が小学生の頃、初めて私の素敵パワーが街を救った話をしましょうか。あれはトモ君と会ってまだ間もなかった時期。いやいや、知らんからそんなこと。おい、トモ、しょっぱな俺に丸投げしたじゃないか。お返しだ。俺は飯食うから、守はこいつの相手を頼むぞ。そう言うとこちらも目を合わせようとはせず、黙々と昼飯を食べ始めてしまう。ちょっとマイク聞いてるの。それでね、その日はお母さんとお買い物に出かけたんだけど。いや、お前が話を聞けって。なんかラノベみたいだな。どうするんだこれ。そして残りの昼休みは明美の話に適当に相槌を打ちながら弁当を片付ける羽目になった。なかなか出てこないね、もったいぶるね。放課後。あれ、ねえマー君、トモ君は。帰り支度をしていると明美が声をかけてくる。授業が終わった途端教室を飛び出たと思ったらもう戻ってきたのか。今日は家の用事があるってすぐ帰っちまったよ。どうかしたのか。そっか、うん、別にマー君でもいっか。ちょっと3年生の教室にこれ届けてくれない？今度こそ来たな。私すぐ部活の集まり行かなくちゃいけなくてさ。でもこれ今日中に返す約束になってるの。そう言うと小さめの紙袋を渡してくる。本か何か入ってるようだ。しょうがないな、わかったよ。ありがとう。2組の、あ？これ何？八重健さんかな？八重健さんって人に渡してお願いね。そういうや否や、すごいスピードで教室を出ていく明美、せわしないやつだ。さて、俺もさっさと行かないとな。その3年生もいつまでいるかわからないし、途中だった帰り支度をさっと終わらせ、3年生の教室のある3階へ上がる。
年上パターンなんだ。3年生の教室に行って届け物をする相手を探したのだが、他の先輩によると何か用があったらしい。すぐ帰ってくると言うから待っていたのだが、結局届け物を本人に渡すまで10分ほど待つためになってしまった。そんな待ってないやん。10分10分ぐらいならすぐ待てるやろ。こんなことなら誰かに預けてさっさと引き上げてしまえばよかった。そんな言うか。授業が終わってから数分もあればほとんどの生徒は校舎を出るか部活に行ってしまう。3年の教室で待っている間にもう校舎からはほとんどの生徒の気配が消えて、日中の騒がしさはどっかへ行ってしまっていた。まるで居残りでもしてたような気分になってしまう。俺もさっさと帰ろう。教室を出てすぐ隣の階段へ体をひねる。2年の教室は2階にあるので、普段それより上の階に行かない。間取りはほとんど一瞬なのに、なんだか微妙に違う景色が新鮮だったと、そう思って下りの階段に足をかけようとした時、どこからかすすいなく声が聞こえたような気がした。誰もいないと思い込んで気を緩めていたせいで、驚きから一瞬体がこわぼってしまう。少しの間息を殺して耳を澄ませる。気のせいではなさそうだ。近くで誰かが小さな声を漏らして泣いている。人っ気のない校舎が聞こえてくる泣き声なんてホラーのテンプレみたいだなんて思うが、別に怖くはない。いくら放課後でちょっと人気がないからってまだ日も落ちていないし、誰がどこにいても不思議じゃない。不思議じゃないが、かといって自然でもない気がした。聞こえてくるのは泣いているような声。しかもどうやら声のするのはこの階より上だ。声は小さく、しかも階段の狭い壁に反響して最初はよくわからなかったが、耳を澄ましていると見ると上で間違いなさそうだ。だがこの高校に4階はない。この上は屋上だ。もうやばいぞこれ。登進する前だぞ。確かこの学校は放課後は基本屋上は開放されてなかったはずだ。小さくても声が聞こえるということは、実際屋上から声がするわけでもない。屋上に続く扉は鍵がかかっているはずで、袋工事がその場所に行くからには通りがかっただけという顔をしている限りには行かないだろう。しかし後先のことを考える前に、俺の好奇心は足の向きを下りの階段から上りの階段へと方向を変えさせた。気配を殺すようにというほどにでもないが、あまり大きな音を立てないように階段を一歩一歩上がっていく。癖になってんだ足音消して歩くの。声の元に近づくにつれて、小さな鳴き声ははっきり聞こえてくる。声は一つきりでトーンからして女のようだ。ほんの十数段の階段を上がるのにかかるのは数秒。もう踊り場だ。早く行けよこいつ、めちゃくちゃ語るやん。もうパッと行って助けたれよ。最後の一段から足を上げ、声のする方を振り返る。そこには学校の制服を着た女生徒が一人、屋上につながる扉を背に階段に一人腰をかけて頭を伏せて泣いていた。その子は俺の立てた物音に気づいてびっくりと体を震わせ、頭を上げてこちらに視線を飛ばす。ここまではまさに予想通りの光景と展開。しかしその子の顔のある一箇所が予想外のそれだった。まあすごいね、やっぱりこのかなり衝撃的なビジュアルしてるよね。 YouTube 的に大丈夫なのかなっていう。ワンチャンパート1でもう授業が終わってしまうかもしれない、そういうあれがあるね。怪我してんな、うん、俺を見据える。潤んだ瞳はたったの一つ。片目がないというのではなく、その子は顔の真ん中に大きな目が一つしかなかった。これあれどうなんだろうね、人間って二つの目で距離感を把握してるから、一つだとその距離が分からないみたいな、そういう問題が。その子は突然現れた俺に相当驚いたのか、びっくりともせず固まってしまっている。ただ拭っていない涙だけが見開かれた目の端で小さな光をぎらつかせ、その姿勢は少し怯えるようにこちらを見据える。だが驚いているのはこちらも負けていない。予想だにしなかったその姿に理解が追いつかず、相手と同じく数秒の間固まってしまう。こういう子が当たり前の世界線ではないんだね。やっぱり普通に初めて見る感じなんだもんな。ちゃんとうちの制服を着ているから、やはりここの生徒なんだろうか。え、なんかめちゃくちゃボロボロなんだけど、いじめられてるやんけ。何度か瞬きしても女の子の目の数は2つに増えることもなく、彼女の存在が夢でも幻でもないことを悟る。あまりに現実離れしている彼女という存在を前にパニックになりそうだったが、不思議とすぐに平静を装えた。驚きの大きさが自分の理解の範疇を超えていて、振り切れてしまったのかもしれない。あの声が聞こえたから気になってきただけなんだけど、その大丈夫。沈黙は長引けば長引くほど破るのが難しくなる。驚きで凍りついた脳と舌を無理やり動かし、適当に思いついた言葉を投げかけてみる。とっさにしてはまあ上出来だろう。だがどうやら相手の方はまだ脳も舌も滞ってる模様だ。言葉を発しようとしてパクパクと口を動かしているが、まともな音が出てきていない。これ使う？黒い制服なので
素手が濡れてるかどうかは定かではない。ただその子は両の手に何も持っていない。おそらく制服の袖で涙を拭っていたようなので、ポケットからハンカチを取り出して差し出してみる。階段の一番上に腰掛けていた彼女にハンカチを手渡すために、俺が数段階階段を上がると、彼女は再びピクッと体をすくませる。これ捨てられた犬みてえだな。俺の顔が怖いとでも言うのだろうか。お化けや幽霊でも見るように俺の方を見ている。あー、人間を見るのは初めてかい。その反応を取りたいのは正直こっちなのだが。あ、ありがとうございます。ハンカチを持った手を固めて待つこと数秒。恐る恐るといった様子ではあったが、ハンカチを受け取って涙を拭いてくれた。しかし初めてまともな言葉を紡いだ彼女の声は消え入りそうなほど小さく、そして震えてるようだ。このゲームちょっと漢字むずくない？俺もなんかすでに6個ぐらいさ、正しく読めてるか分かんない漢字を通過してるんだけど。俺2ヶ月ぐらい前にここに転校してきたばっかなんだ。だから多分初対面だよね。絶対に初対面であることには自信があった。もし一瞬でもこの子を見かけていたら脳裏に焼き付いて忘れることなんてないだろう。今のはちょっと白々しかったかもしれないか。どう返してらいいか分からないのだろうか。こちらに投げかけられる視線は強い戸惑いと警戒心を感じる。どうやらこちらが喋らないと話が進みそうにもない。クラスは違うし、どっから会ったこともないよね。学年が違うのかな。君クラスは？俺2-2なんだけど。1-2です。3年生のパターンじゃない。今度はちゃんと返事が返ってきた。そして改めて認識する。やはり彼女はお化けでも不審者でもなく、間違いなくこの学校の生徒なのだ。知らないうちに自分とこの子が同じ空間で活動し、同じ世界に住んでいたことが自分の中でやっと現実味を帯びてきた。こういうさ、ルックスの子がいたらさ、確実にニュースになる。そっか、一つ下だったんだね。はい。すぐに会話が途切れてしまった。どうしたものか。課題がない。ということはない。俺だったら言っちゃうわ。その目どうしたのって、プライバシーというか、デリカシーがないかもしれないけど、お互いこうね、様子見して話すよりは、やっぱり、ね、こう、ぐっと最初に行って、そっからこう、親睦を深めるっていう方が、僕はいいと思います。だがそれは全て彼女の外見に関することであり、それを聞いても良いものなのかためらってしまう。そして、そうこう悩んでるうちにも時間は過ぎていく。どうしよう。頭の中が真っ白になってきた。心臓が人なりするためにその鼓動は大きくなり、サッターズのパニックが再び思考をかき乱す。なんだかもう話を続けられそうにない。じゃあ俺はもう行くね。かわいそうだよね、それが一番。こう、やばいもの見たみたいな感じで去っていくのさ。それはちょっとダメですわ。彼女が何か言いかけたようだったが、一言残して逃げるように振り向き階段を降りる。靴を履き替え、足は早歩き。校門を出て少し経って深く深呼吸。ふぅ。結局あの子は去っていく自分に声をかけられることも追いかけてくることもなかった。まだあの人気のない階段に座っているのかもしれない。少し涼しい風に当たってゆっくりと歩いているうちにだんだん落ち着きを取り戻してはきた。だが心臓の鼓動の方はまだ少し早歩きしている。いつまでも胸の中でうつむく気持ちが収まらない。驚きが強くてこれが何なのかよくわからない。少し考えてみる。恐怖。俺はあの子が怖かったのだろうか。いや、怖くはなかった。正直最初はお化けか何かじゃないという考えが頭をよぎったりもした。しかし彼女は人間で学校の生徒で間違いない。初めこそ度肝を抜かれたが、あの子から危険な感じはなかった。むしろ人畜無害を通り越して弱々しい小動物といった印象だ。それなら次に思い浮かぶのは嫌悪感。あの子の姿に拒否反応を示している。いや、それとも違う。あの子の前にいる間、俺は顔をしかめることも目線をそらすこともしていない。むしろあの時自分の目線はあの子に釘付けだった。ま、驚いたの一言かな。自分があの子にネガティブなイメージを持っていないのは確かだ。となるとやはり純粋な驚きなのだろう。しっくりきたわけではないが、無難な結論に納得してみる。何にせよ確かにあの子の顔が脳裏に焼き付いて忘れられそうにないということだ。そんなことを考えているうちに、最近やっと見慣れた我が家の玄関の前に立っていた。帰ってくるまでの景色は全く記憶にない。2ヶ月もあれば通学路はもう足が覚えてるようだ。ただいま。あら、お帰り。ちょっと遅かったわね。何かあったの？ちょっと明け目に使いっ走りにされてさ、代わりに届け物をしていた。はあ。夜電気を消して寝る前の部屋で寝返りを打ちながら小さなため息を吐く。自分でもなぜだかわからないが、あの一つ目の
女の子に会ったことは家族には話さなかった。別に悪いことをしたわけでもないのに、なんだか後ろめたさにも似た気分を感じている。それにしてもあの子のことが頭から離れない。早く寝ないと明日からまた駆け足の投稿に戻ってしまうというように忘れようと思ってもどうもうまくいかずに、いつまでも意識ははっきりしたままだ。あの時はパニックになってあの場から逃げてしまったが、もっと話をしてみればよかったかなと後悔してしまう。布団の中で何とか寝返りを打って一つの決意をする。もう一度あの子に会ってみよう。詰まるところの名前の見つからない衝動を何とかするにはそれしかないのだろう。主人公が一目惚れしたパターンなんだ。どっちが一目惚れするのかなと思ったけど。おう。動いた。めちゃめちゃぬるぬるやん。いやなんか神妙な顔つきでやっちゃうよね。前のバタフライアフェクションもそうだったけど、なんかこうガヤガヤするゲームではないね。あと選択肢はなくて単純なラノベゲーって感じなんだな。さらば。